はい、美容整体師の内山です。今回は曲がった鼻をまっすぐにする方法をお伝えします。今回アプローチしていく骨が尾骨と上顎骨っていう骨になるんですけど、このどちらかが歪んでしまっても鼻は曲がって見えてしまいます。なので今回は尾骨上顎骨の左右のバランスを整えることで鼻筋をまっすぐにする矯正法になります。今回の方法たった3分で速効性がありますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。今回の動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではやっていきましょう。はい、ではやっていくのですが、最初に説明した尾骨、上顎骨、場所の確認をしたいと思います。今回はこの2つの骨すごく大事なので、ちょっとねおさらいをしましょう。はい、お久しぶりです。で、尾骨はここの鼻の根元、ちょっと色が変わってる部分があるんですけど、ここになります。まあ自分の顔で触ると、ここですね。本当に目と目との間ぐらいのところ。で、上顎骨はこちらの黄色い骨になります。結構大きくて、こっから鼻の下、ここまで上顎骨なんですよ。なので、今回はここまでしっかり触っていきます。はい、では最初はこの2つの骨、動かしやすくするたびに全体をマッサージしていきます。やり方は指2本で鼻の根元、頬の横、鼻の下、これを1分間やっていきます。動画を見ながら僕の真似をして一緒にやっていきましょう。はい、では指2本用意してください。やっていきます。鼻の根元に手を置いていきます。よーい、スタート。まず鼻の根元を円を描くようにマッサージしてください。強さはそんなに強くなくて大丈夫です。まあ、爪の先がちょっと白くなるかなぐらいの強さでいいです。はい、今度は頬の横、頬の出っ張りのあたりですね、そこをこのようにマッサージしていきます。こんな感じです。はい、今度は鼻の下、このあたりにします。結構ね、上顎骨は大きい骨で、顔の歪みがある方はね、結構歪んでる方多くて、その鼻の曲がりにもつながってきてしまうので、しっかりね緩めていきましょう。はい、いいですよ。はい、次に上顎骨、尾骨を左右を緩めていきます。で、左右って何と思った方いらっしゃると思うので、もう一回説明します。実はここ真ん中に線を引いて、ここの骨とここの骨、尾骨もそうなんですけど、ここの骨とここの骨、違う骨なんですね。なのでこの間若干動きます。で、今回歪みを直すためにここの骨を緩ませる必要があるんですよ。なので今回その工程をやっていきます。やり方は指を使って押さえて広げていきます。顔の中心に線を引いて、そこの間をこう広げていくような感じです。場所は3箇所あります。まず鼻の根元、鼻の横、鼻の下、ここの3箇所を緩めていきます。はい、では指2本使って、まず鼻の根元から押さえて広げていきます。では一緒にやっていきましょう。よーい、スタート。押さえた状態でぐーっと広げてください。顔の中心に線を引いて、そこの間を開くような感じです。はい、今度は鼻の下、ぐーっと押さえていただいて広げていきます。これね、結構押す力は強めで大丈夫です。マッサージの時より強めでも平気ですね。はい、今度は鼻の下、鼻の下押さえていただいて、左右に開くようにぐーっと押しながら左右に開いてください。はい、いいですよ。で、この2つの工程終わると上顎骨、尾骨、すごく動かしやすい状態になっています。で、ここからが一番今日大事なポイントで、左右のバランスを整えていきます。やり方は人差し指を
鼻の真横、こんな感じでピタッとくっつけてください。で、くっつける場所は人差し指も鼻の根元、ここはずっとね、鼻の真横で口の横、こんな感じでピッタシくっつけます。で、それを両方行っていきます。こんな感じですね、はい、で、この状態で少しグッと圧を加えた状態、顔の方に圧を加えた状態でピタッて閉じていきます。当てていただいて、グッと圧を加えてピタッて鼻を閉じます。で、今回の方法、鏡を見ながらやってほしいんですよ。なので動画を見ながらではなくて、鏡を見て自分の顔の位置、手の位置がしっかり真ん中に来ていることを確認して1分間キープします。動画見ながらだとちょっとね、曲がっちゃったりすると左右のバランス整わないので、鏡を見てしっかり手の位置、顔の位置、まっすぐ来てるなーって確認したところで圧を加えて閉じてください。はい、では行きます。よーい、スタート。ぐっと圧を加えて閉じてください。顔、手、真ん中に来ているところを確認して1分間キープです。やってるときはね、姿勢をちょっと正してみましょう。圧はずっと同じ圧をかけっぱなしですね。で、鼻が真ん中に来るように真ん中を意識してグッと圧迫してください。もうちょっとです。頑張りましょう。あと10秒です。はい、いいですよ。お疲れ様でした。はい、どうでしょうか。最初やる前より鼻筋がまっすぐになったと思います。この方法速攻性もあるんですけど、根本的に鼻の歪み直したいという方は1日1回を4週間やってみてください。今後美容に関することで体の悩み、顔の悩みありましたらリクエスト受付中です。ぜひコメントください。インスタグラム、ツイッターもやっています。よかったらフォローしてください。最後までご視聴ありがとうございました。